協議に入るわけでございます。12日をめどにして、税制改正大綱を決定いたしたい、このように考えておりますので、そういうことをご念頭にご審議にご協力をお願い申し上げます。税制改正大綱作りも終盤を迎えてまいりました。今週の金曜日の税制改正大綱作成に向けて議論がだいぶ煮詰まってきました。やはり今回の税制改正では、この減速する景気に対して日本全国でどれだけ有効な減税を打つことができるのか、これまでローン控除、すなわち住宅を建てた方々のローンを控除してまいりました。住宅ローン減税であります。これを過去最大、しかも長期有料住宅、いわゆる200年は持つという、そういう住宅に関しては10年間にわたって過去最大の600万円を控除する、こういう控除が決まったわけであります。さらに住宅ローンをしないでリタイアが間近になった方々が、このような大変長く持つ家を作って子供さんたちに将来的には住んでもらう、こういう家を自分のお金で作った時も、その余分にかかった費用の 10% を控除する、こういう投資型の減税も組み込ませていただいたわけであります。この例の他に省エネルギー、バリアフリー、太陽光発電を家庭につけた場合には限度を300万円に増額するなど、さまざまな工夫を作らせていただいたところであります。税調大綱を作るまでにまだまだ検討しなければならない自動車への減税、中期プログラム、問題はまだ山積しています。